鮮魚を見させていただいたんですけど、なんていうか新しい解釈が加わって、なんか見え方も本当になんか今の時代だからこそみたいな演出が加わっていて、結構本当に予想外な演出がたくさんあって、すごいなんだろう、斬新さもありつつすごくエネルギーの感じる作品だなっていうのを感じたので、ご一緒できるのがすごく楽しみですね。二人芝居初めてなんですよね。もう緊張しますね。もう本当に相手とのキャッチボールが大事だと思うので、なんか二人でうまく空気感を作れたらいいなとは思ってるんですけど、そうなんですよね、台本読んだ時にあれと思って、初老の夫婦、そこでね、あの浜田君と私ぐらいの、まあ、20代30代の年齢でやるってどういう風にあのまた作品が変わっていくのかなっていうのがすごい楽しみですし、多分年齢が変わるだけでちょっとまた台本の読み方というかセリフの捉え方もすごい変わってくると思うんで、なんかワクワクしてますね。あの浜田くんとはあの親子役をやったことがあるぐらい、まあ、10ぐらい年が離れてるので、今回なんか、ね、カップル夫婦の役ということで、ちょっとそれもなんか新しい気持ちというか、あの浜田くんとかという気持ちでちょっと楽しみでいます。